ちょっと待ってくれって、本当、いや、ちょっと待ってくれ、マジで。いや、見つけた瞬間、本当焦ったもん。100均すげえな。今もう100均なんでもってよ。なんとね、100均、俺セリアで見つけたんだけど、多分セリアじゃなくても売ってんのかな。俺セリアで見つけたんだけどさ、ちょっとこれ見て。なんと、ルルッドゥッドゥルルドゥッドゥルッドゥ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 ッドめちゃめちゃ時間結構カチカチカチでかいしね。八坂里の曲がったんま、もうねおなじみですよ。八坂里の曲がったんま、もうキザルのせいでさやば、八坂里の曲がったんまっていう、八坂里の曲がったんまって言いたくないよなまだこの輪が食べてるでしょうか。やたのかがやばくね、やたのかがめらんの。ちょっと出してみないとどんな感じかまだわかんないんだけど、ちゃんと鏡にもなってんだよ、ほら。すごくねこれ。三種の神器、これ100均だからね、100均。100均でまさかの三種の神器手に入る時代ですよ。まずやっぱり、ヤサカリの曲がったんま。ヤサカリの曲がった、ヤサカリの、ヤサカリの、きたー、曲がたまですよ、これが。うひょー、なんだこれ。なんかペイント貼りで。ペイント剥がれたんだけど、ちょっと待って。まあ、ここは100均クオリティ。ここは100均クオリティが、ペイント剥がれたんだけど、ちょっと、不造系なんだよ。なんかペイント剥がれたんだけど、ちょっと。何ここ。ふざけんなよ。ベタベタしてる、ここ。あ、テープある。何このテープいらねえだろ、これ。ここにテープあるから、これ。これ余計なテープがあるから、ペイント剥がれたんだけど。ふざけんなよ、これなんでテープあんの、これ、あ、ずれないようにか。ずれてもいいじゃん、別に。これテープつけんなよ、これペイント剥がれたじゃないか。ベリー剥がれた。いや、マジでも八坂里の曲がたまだわ。すげえ。しかしながら八坂里の曲がたま。これはいいね、かっこいいね、これ。ちゃんとディスプレイしたら聴覚で。ヤタの鏡、これは普通にヤタの鏡ね、ヤタの鏡、これヤタの鏡をちゃんとね、チラッとしか見てないんだけど、ほら鏡になってんのよ。ちょっとずれてる、ほら鏡、すごくね。うわ、ちょっとなんか重量感もあって、あ、これなんか鉄板入ってんのかな。なんか重量感もあっていいよね。ヤサカリの曲がたまの、次ヤサカリの曲がたま、あとヤタの鏡。うわー、これは熱いよ。そしてやっぱ俺一番でテンションがあったのがさ、雨の村子、やばくね、草薙も剣もゲットできんの。100均だよこれ、100均。3つ合わせて300円プラスで、うわーすげえ、税金、うおー、これちょっと色やっぱ塗ったらめちゃいい感じになるよ。三種の神器、草薙の剣、シリーシリー、うわーマジでか、100均すげえな。三種の神器手に入るぞ、今。俺セリアでゲットしたから、でもセリアじゃなくてもありそうだけど。他にもあんのかな、これ、ちゃんと鏡になってるからね、こっちね。ほら、鏡に。三種の神器が手に入る。みんなもぜひ、ゲットしてみて。これ、墨入れしたらすげえいい感じになりそう。ちょっと墨入れしてみる、今。ここに墨入れをして、ちょっとこうね、入れるところ。ちょっと入れるいい感じになってない、もうちょっとね、後で細かくやるけどさ、ちょっとこう、ちょっとやるけど、こんなにいい感じになるもんね。村雲の剣もちょっとやれば、きっといい感じになるよな。いやー、楽しみですわ。ということで、今回の100均で手に入るというね、この三種の神器を、ゲットしてきたっていう。いやー、これたまたま見つけたんだけどさ、つなぎの剣もね、ちょっとしてみたんだけど、やっぱ全然違うね。こっち側だけ、ちょっと、してない側こっちね。で、下側こっち。いや、ちょっとするだけでかなり変わる、奥行きがね、っていうよね。あと、もっとシルバーに、どうせならもっとメタリックシルバーにしたりとかしてね。あと、ちょっとね、ちょっとバリっていうかね、あるから、ここ削って、修正した方がいいかなって、この辺もね、あるからね。いや、いい感じだね、マジでね。三種の神器がまさか100均で手に、マガタマはもっと磨いて、
ツッツイする。わがたはこれ磨いたら、なんかペイントも剥がれたしね。いや、すげえよかったわ。ということで、今回はね、もうたまたまね、いや、ほんとたまたま100均行った時に見つけ、これちょっとムカついたけどね、このテープ、これいらねえだろ、これマジで。ちょっと剥がれたのがちょっとショックだったけど、三種の神器のね、開封レビュー動画でした。いや、これかっこいいから、ぜひね、みんなも、ゲットしてみて、三種の神器。めちゃめちゃこれがちょっと改造してね、もっといい感じにしようと、ディスプレイも決めてね。やっぱ特にこの草薙の剣がマジでかっこいいわ、これ。俺のイメージしてる草薙の剣とは全然違うフォルミーなんだけど、これはこれでかっこいいからさ、ちょっともっと極めてみるわ。ちょっと、まずちょっと墨入り療法してね。あとメタリック、もっとメタリッキーをもっと際立たせたいよね。完成したらまた動画撮るわ、全部ね、改造つが、もっと仕上げるわ。せっかくゲットしたからね、三種の神器ね。みんなもぜひゲットしてみて。セリアに売ってると思うから、この三種の神器ね。すごいいい感じだよ、これ。三種の神器。